キャッチクエスチョンズアカデミーのアプリ作る社長です。本日はですね、アプリを作ったら目的を変えてコードを再利用するというようなところでお話の方させていただきたいと思います。今日のお話はですね、先日作ったあのウェブアプリについて、ふと思ったことについてお伝えさせていただきたいと思いまして、いろいろね、自分が創作したコードっていうのは、転用して、目的を変えてまたこう作り直すっていうようなことができるので、結構効率的にね、なんかのウェブサービスとかそういったものをこう開発できたりするようなところができるかなというようなところでもありますんでね、参考にしていただければと思います。私のこちらの番組の方ではですね、主にあの YouTube で配信させていただいておりまして、 YouTube の方はですね、 iPhone アプリの作り方、ラズベリーパイによるリモートサーバーの構築方法、仮想通貨のマイニングなど、ちょっと専門的なお話などもさせていただいております。こういったお話がお好みというような方いらっしゃいましたら、 YouTube の説明欄の方ですね、そちらに番組リスト別に URL 貼ってありますので、こちらからもよろしくお願いいたします。YouTube でキャッチクエスチョンズ、またはアプリ作る社長で検索していただくと出てくるかと思います。では、本題のアプリを作ったら目的を変えてコードを再利用するというようなところでなんですけど、先日作ったアプリは、仮想通貨の DeFi の金利情報を自動収集する、ウェブアプリでもありまして、過去のね、私の配信の方でもご報告させていただいたところがありまして、Kindle 本にもまとめたやつなんですけど、この、技術をですね、また転用して再利用しようかなというふうに思ってるようなところでもあるんですね。で、今度は次に何に使うかっていうようなところなんですけど、それがですね、ズバリOpenSea、NFT の相場解析アプリをこう作るのにもこう使ってみようかなというようなところで、またちょっと挑戦してみようかなというようなところもあるんですね。そうなんです。中身がですね、大体同じでも、この仮想通貨 DeFi から今度はね、OpenSea の NFT の相場解析なんてすると、全くこう別のアプリがまたこう作られるような、そんなようなこう響きになりますよね。こういうようなところが、プログラミングのコードを書いてる、方にとってはですね、やっぱ効率的開発をする上で結構、大事なヒントにもなるようなところでもあるんですよね。自分の作った創作のこのコードっていうのはですね、いろいろ転用できるんですね。またこう別のこう切り口からこうアピールするようなこともできるというようなところで、ここが結構いいところでもあったりするんでね、この辺私のこちらの番組、結構アプリとか作ってる方とかいらっしゃると思うんで、参考にしていただければと思うんですけどね。はい。で、ちょっと余談なんですけど、 NFT ってね、今ちょっとやばいんじゃないかみたいな、そんなような感じのこのタイミングではあるかもしれないんですけど、ただですね、私的には逆張りな感じな、タイプの人間でもありますんでね、こういうふうにこうちょっとね、悲壮感が漂い始めたぐらいがね、買い場でもあったりするんですよね。はい。なので、このアプリはですね、どちらかというと、自己使用向け、DeFi とかの相場解析に比べたら、 NFT の相場解析ってそんなにね、パイは少ないかなというようなところがあるんで、世に出してもそんなにね、売れるか、まだね、日本ではそんなに注目されている分野ではないので、そんなにこうね、なんかアクセス稼げるとかそういうわけではないんじゃないかなとは思ってはいるんですけど、ただ私的にはですね、この NFT、これ将来的に、10年後とかそんぐらいのスパンでこう見るとしたら、かなりね、市場がこうどんどんこう広がっていくんじゃないかなというふうにこう思ったりもしているようなところがあり、またNFT 自体のね、勉強にもいいかなというようなところがあって、これ自己使用、主にね、自己使用向けのアプリとして、こう作ってみようかなというようなところでもあります。この作り方とかはですね、YouTube とかにまた情報アップしますんでね、もしよろしかったら仮想通貨のマイニングのね、番組の方にこうアップしますんでね、よろしかったらそちらもよろしくお願いいたします。ではまたちょっと本題に戻りますが、コードの転用というようなところの視点に立って、またこう一例で申し上げますと、iPhone アプリとかのね、開発とかに関してもこれ言えたりするようなところでもあるんですね。で、結構駆け出しエンジニアの方とかでよくあるあるのことでもあるんですが、プログラミングを勉強して、で初めてアプリを作った時とかって
て、結構ね最初の作品とかに情熱を注ぎすぎてしまうような、ことがあるんですよね。それでその一作目にして完全燃焼してしまうみたいなところ結構あったりするんです。二作目がこう全然作れなくなるとかね、そういったようなところがあったりするんですね。でこれがですね結構もったいなかったりするようなところがあるんです。はい、二作目をですねまたゼロから作ろうとするような努力ってもうかなり非効率なんですよね。この特にエンジニアとかでコード書いてアプリとか作ってるような方、もしね二作目で悩んでたらもうぜひこう参考にしていただければというようなところでもあるんですけど、その2作目とかね3作目とかってまず次考えることはですね、1作目で作ったコードをまあどうにかこうにかしてこう転用できないかなっていうようなこと、ここを考えるとですねいろいろ続編のアプリとか結構作れたりするんですね。で続編のアプリを作るっていうような考え方って結構大事だったりするんですね。1作目で結構ファンになってくれた人とかがまた2作目3作目買ってくれるっていうようなことって結構起きやすかったりするようなところでもあるんで、これマーケティング的視点から言っても結構良かったりするようなところもあるんですよね。もうぶっちゃけでこうね、一部のこのコードを転用してこう できたのが2作目ですとかこう言い切っちゃった方がね、前買ってくれた人とかも興味持ってくれたりするようなところがあるんでね、まあ、この辺はですねやり方次第ではなんかね金太郎飴みたいなそんなような感じなところがあるかもしれないですけど、まあ、ここら辺をよくよくこう活用して、こうアプローチするっていうのも大事だったりもします。私もですね実際今ねアップストアにリリースしてる、アプリの類とかってこんなような金太郎飴のような感じでこう作った感じのものもあるんですよね。まあ、リモート関連のアプリとか結構そうですね。リモートビデオプレイヤーとかリモートミュージックプレイヤーとかこういろいろあるんですけど、 iPhone をですね遠隔で動かすスクリプトをこう独自にこう作ったところがありましてね。でこれこの機能この部分いろいろ転用できるなみたいなところにこう気づいて、それでだいたいビデオを動かすかそれからミュージックプレイヤーを動かすか、まあ、そこの視点だけちょっと変えただけで、結構仕組みは同じだったりするようなところがあるんですけど、ただ使う側にとってはビデオを動かすこととミュージックを動かすことって目的がこう全然違いますよね。なので全く別アプリとしてまたリリースされてたものがこうできるというようなそんなような仕組みになるわけなんですね。まあ、こういった転用するアイディアっていうのはですね IT エンジニアの努力をこう最大限に発揮する上でも結構大切な考え方でもあったりするんでね、この辺ご参考にしていただけると幸いです。本日は以上になります。では最後にいつもと同じ言葉で締めさせていただきたいと思います。 IT エンジニアに栄光あれ。